どうもテッシーでございます。牢獄からお送りいたしておりますドラクエ6ですね。これで開いた、もう開くんですね。あー、これドラクエ名物見つかっちゃいけないやつってやつか、もしかして。でこの上気になりますよね。おー、小さめる、はい、顔よ顔、やっば、ちょっと戦ってみます。ホイミか、多分戦いでしょう。こいつ倒すとこのギリギリがなくなるんでしょ。お前は確かテッシー、私が分かるのか。レイドックで兵士長だったソルディだ。ああ、ソルディは上の世界ですわ。下の世界はトムですよね。いやはや、こんなところでお前たちに会うとはな。私はあの日ムドを倒し城に戻るはずが、気づくとこの世界にいたのだ。どうやって来たのかは私も覚えてはおらぬ。しかし必ずやどこに帰る道が、どこかに帰る道があるはずと調べていくうち、大賢者様の存在を知ったわけだ。そしてここまでは潜り込むことはできたのだが、テッシーよ、牢の扉を開くにはどうやらこの町の主アクバを倒すしかないようだ。私には無理だが、ムドウも倒したお前たちならあるいは。テッシーよ、やってくれるな。心の主アクバを倒し大賢者様を救い出してくれ。そうだ、これを持っていくとよい。4着の兵士の服を受け取った。あ、こっちが正解か。そうするとその服を使えばアクバに近づけるかもしれん。くれぐれも気をつけてな。なるほど、これ使う、いいね。ほう、なかなかに褒めてくれた。ちょっと嬉しい。どうもよう、ご苦労さん、ご苦労さん、6、7、8切りクッキーリ東芝さんっていう、ね、CM が昔あったんですけどね。私に何かご用ですか。もし生きる道に迷っておいでなお話をお聞きしますわ。ああ、おい、用が済んだな。扉をかけていけよ。すんません、待ってば、甘さには参るよな。まだ俺たちに説教しようってんだから。き、ああ、見るな、言えなくないです。おい、すんません。何もない。なんだ、交代ならまだだろう。毎日俺に見られてもしんどいよな。まあ、みんなね、やっぱり悪者とかね、そういうのなしにしんどいっすよね、そういうのはね。ああ。お、めっちゃ、あの、僕の兄は一昨日牢に入れられた。いや、無事じゃないっす。ちょっとサイコパスっぽい。鎖がま、今さら。オッケー、素早さ。なんか街的な感じっすよね。お、あんた頼むよ、食べ物を。ああ、俺兵士だからか。あんたたちは人の心ってもんがないのかね。ああ。ちょっと、話だけ先に聞いてみて。広いな。あんまこの姿で話聞いても意味ないね。うわー、はい、これ脱げないのかな。しかしここで兵士の服は脱がない方が良さそうだ。ここじゃダメなの。
ここはいい。あ、脱げる。じゃあ情報。あんなに魔物退治で活躍した夫が今じゃこの通り。希望を失わないように元気づけてくれたシスターアンナも牢に入れられちゃって、あ、アンナっていうのか。なるほどなるほど。ああ、それは一緒か。お一応食堂だけどさ。はあ、あんまり有益な情報はなさそうですかね。ここ通れる感じになるかな。めっちゃメダルあるね。ルイ、アンナめっちゃ信頼厚いね。まあ牢獄ですか、そこにいても、そこにいても励ます言葉をかけてくれたっていう。お家近くに連れてくれた。これこれよ、これの周りで遊ぶっていう、まさに牢獄。死んでいくのです。間違えた、まあいいや、取り上げてしまうんですから。はあ、はあははあ、ここで兵士の服使ってどいてくれるんじゃない。ああ、そう、どいてくれないと。まあ出ますと。よっ、ご苦労さんと。人数ぐらい把握しとけやっていうね。わかるでしょっていうね。へえ。けけけ。へえ、はは。お、学者。そんなに探しても見つかりませんぞ。どうやら総合たちには聖なる力が働いていて、私の戦利眼を使っても見えません。このところ絶望の街と欲望の街の様子もあまり分かりませんし超困ってる。超じゃないですけど、面白いね。あー、こっちは一緒か。で、アクバーですか。あら、アクバー様には逆らうな。右とおからだ。こいつもうアクバーじゃない？ちょ、勝てる気が全然しないんですけどね。この歯の光たまりませんな。ギロチンの、あ、違うね。違うんかい。え、アクバーどこに？アクバー、どこにいる悪魔？おい、無駄な戦いは避けるのだと。巨人族、この上が怪しいけども、多分体力満タンでもきっつきつだと思うんですけどね。
ああこっちあった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 、こっちか。いるよ、なんかいるよ。あいつとは戦わないといけないっていうことですよね。おお、めっちゃある。これはもう決戦に向けてちゃんとせえよっていうことなのかな。お金、小さなメダル置いてあって少しでも強化していけよというメッセージかもしれないですね。ブドウ酒、ワインって言わないですね。こいつは絶対戦うでしょう。とりあえず、はい、特になし、なし。ちょ待って、この野郎どこで脱ぐ、ここか。結構めんどくさいですねこれ。あいつとは一旦戦う、戦わないとダメな気がするんですよね。どこで脱ぐ、ああこっちはね、間違えた。巨人族、ここもダメっすよね。ここでも、ここでも多分ダメっすよ。同じフィ、そうっすよね。じゃあ一旦脱いでるし、よし、一旦あれですね、戻ってきてっていう、牢獄の町来ましたね。めんどくさいなこれ。よし、めんどくさいけど、一旦メダルを置いてメタルキングもらってきますね。それで兵士の服を着ないで今さっきのところに行けばいいってことですよね。今度は順番守らず、これ一回こう食う。ちょっと待って待って、マジか。あ、これでギリギリ行けるようになるのか。あー、びっくりした。よーし、テッシーが時の砂持ってんのか。ケントの杖とかもういいっすね。なんというか、ゲントの石でなんとかなるレベルじゃないですもんね、もう。ベホイミ使えたから、だからなんなんて話ですよね。破滅のた、でもいらないし、素早さの種誰か持ってなかったっけ。あれ、ああ、そっか。一回、面倒だから渡しちゃったのか。これで、
まあ預けて、お金預けて、まあ挑みましょう。一旦アクバーまで戦いましょうね。で、アクバーがどんな攻撃してくるか、それ多分勝てないと思うんで、一番きつかった記憶があります。ヘルメでしたね、やっぱり。 OK、 80枚だと何だ。不思議なボレロはいっかな。多分 MP 消費がなんちゃら強い。これは強いぞ。テリー・ミレイ、うわドランゴ、ハッサンだな。違う、危ない。これで預け所はなし。牢獄の鍵は預けちゃう。知恵の預かり所ありましたよね。それでな、どうするかですね。まあ悪魔の動き見て考えましょうっていう、そういう話です。OK、 チャモロ大丈夫かな。鎖鎌、一応止まってみましょうか。一旦止まろう。もう牢獄の町でしたっけ。行けましたもんね、一発で。よし、気合い入れていきましょうか。もう下手すとデュラン戦より厳しい、いや下手すとっていうかデュラン戦より厳しいと思うんですよね、基本的に。なんだよ基本的にっていうね。あ、これね、多分違うか。なんか連打するとくるくる回ってるような、どのこうのみたいなこと。よし、行きますか。トゥットゥルトゥー、検討に乗るぞ。行きましょう。あら、あー、そう。じゃあどうやって会いに行くの。まあ、脱いだ状、ここで脱いでもう戦っていくのかな。ボッコボコに全員ぶちのめしていくんですか。ちょーっと、あら、そう、あれ、何この謎解きみたいな感じ。ここもダメでしたよね。
となんか戦う前になんか変な感じになってますけど、あれ？開いた。おお。ここでも脱げないですよね。え？ここでハイにしちゃったのがまずいみたいな感じ？これ高い箱ですもんね。俺は戦いたいんだって言っても、もう一回入るとか、そういうこと。何回でもやってやる。こっちと右左は何もなかったですもんね。これ着替えないで行くってことか、もしかして。うへー、あー、もしかして、違うね。ちょっと待って、戦うって言ってましたけど、どういうことよ。ああ、絶対後ろ向いてるからいいとか悪いとかじゃないんだ。それだとどうす、ま、ここはまあ兵士の服着るしかないってことですよね。で、出て兵士の服をここでは脱ぐことができると。ブドウ酒がどうのこうのって言ってたね。こっちか。あ、変わりましたね。はい、主人？ああ、下か。多分ここじゃないですか？違う。え、ちょっと待って。何の主人って言ってた？道具屋の主人。道具屋、道具屋。まさかここに道具屋があるの？こいつか？違う。道具屋ってありました？あった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 。しー、困ります。こんなとこで裏に回ってくれなくちゃ。酒場の裏にゴンに声をかけてみてください。裏も表も裏もないでしょっていうね。ゴンなら俺らが降りないけど。はい。なんてこった。で、あんたら悪魔を倒すってのかい？それじゃ無茶だよ。チキショ、悪魔のやつ、とにかく教えてくれてありがとうよ。俺にうまいブドウ酒を飲ませてやるよ。この奥の親父に声かけてみな。ブドウ酒ブドウ酒飲みたいわけじゃないですけどね。よく分かってないでしょう。とは言ってもシスターアンナ怒っておけないし。忘れてしまったブドウ酒でしたよね。兵士たちに気づかれないよう、うまいブドウ酒を隠しておいたんですよ。どうです？いけるでしょ？
でも右の樽のは飲まないでくださいね。ちょっと訳ありの特別製の、ブドウ酒持ってないっすよ。ちょっとだけ話は進んだけれども、あ、イベントがまだあったってことっすかね。囚人の処刑を取り行う。あ、ここでやるんかい。アクバーまで倒すじゃん、戦うって言ったんで、一旦はそこまでこの動画内で行きます。なんだって、うわー、兄さん。おお、弟よ、兄さんはもう終わりだ。お前は長生きしろよ。ほら、とっとと歩かんか。やばい、これは助けないとですよ。テッシー行くぜ。とんだことになっちまった。とにかく行こう。ゴンさん連れて行かれました。うおー、ではこれよりお待ちかねの処刑を行う。お前たちも我々に逆らうとこの男のような面をぞ。分かったか。よし、ロープを切れ。ま、待て、待ってくれ。おや、誰かな。我々に文句があるのかな。ダメだ、奴らにまともに歯向かってもかないっこねえ。どうすれば。あ、誰かどうにかできないのかい。はい、あんたがダメだよ。命を粗末にするもんじゃねえ。たとえここにいる兵士を倒せたとしても、すぐにあの兵士長がやってきて。ダメだ、やっぱりかないっこねえ。おい、そこ、先ほどから何をごちゃごちゃ言っているのだ。ふふふ、そんなにこの男を助けたいなら助けてやってもよいぞ。ただし貴様が身代わりになればな。うわ、弱、牢獄兵か。弱って言おうとしたけど、あいつとは違う、抜け殻兵ではないですよね、さすがに。うぃー、おお、やるじゃないですか、さすが。だがそれだけではあんまり苦戦しないと。嘆きの牢獄ぐらい、嘆きの牢獄じゃねえや、嘆きの巨人、あいつぐらいみたいだったらやばいけどね。おお、体力はあるね。これでもう終わりだ。ウィー、わあ、チャモド攻撃に転じやがった。一体になった途端、うぃー、うぃー、避けるな、粘るな。よし、貴様、待て。来た。これは一体何の騒ぎだ。は、処刑を行おうとしたところのこの者らが。ほほう、それはなかなか勇気があるな。しかしその勇気が命取りなのだ。やるぞ、ドグマ。へい、うきょひょひょ。なるほど、ドグマ、ゾゾゲル。うわー、長引くな。まあちょっとアクバーまで行きましょう。どうしますかね、
ゾウゴケルから倒すか。あれ、これもしかして全開してる説？なんとなくそんな気しますよね。うい、そうですね、全開してますね。茶もろ、違う、命大事にでいかなきゃダメだったか。うい、牢獄兵もなかなか強かったですからね。まずい。おお、うい、違うぞチャモロ。とりあえず一体倒せばかなり楽になるんじゃないかなと。よしよし、おお、しかしそれを上回るぜ。今回スペシャルですね。もしかしたら1時間近くになっちゃうかもしれないですね。そこまではいかないか。多分アクバーにやられるのがもっと早い。やられるっていう。おお、はあ、マジか。おっ、イベント戦、こんな鍵と兵士の服まで持ってました。で、これどこで、はっ、これ持って酒でも飲もうぜ。騒ぎでまた兵士を怒られちゃいますよ。あ、そう、イベント戦、びっくりしたわ、長いわイベント戦長い。やがてよく開けた。寝てるし、とりあえず見る。あ、もしかしてブローシュでなんか毒とか入れたんじゃない？あんたの活躍を見させてもらったぜみたいな。グガグガ、おい起きろ。まったくどうなってんだ、みんな居眠りちまって。兵士長殿、ほら、うん、よし急げ、こっちだ。なんだ貴様だ。はもしや遊戯のブローシュに貴様だが何か仕掛けを。はは、残念ながらあんたは飲まなかったようだな。仕方ない、やるか。やばいやりましょう怖い怖い怖い、何をごちゃごちゃ言っておる。何のこれしき南の陽子、戦ってる戦ってる。うわ、ゴン強い強いぞ。さすが強化系。どうやらシスターアンナはもう悪魔のところへ連れて行かれちまったらしい。おまけに聞くところによると明日にも魔物の魂を植え付けられるとか。なるほど、反乱の計画をあったんだが棚上げになっていたのさ。あんたたちの行動を見てみんな勇気づけられたんだよ。ダメでもともととにかくやってやろうじゃないかってな。そんなわけでとりあえず邪魔な兵士どもは眠ってもらったけど、これから本番だ。上で待ってるぞ。おう、行こうぜみんな。久々に30分超えの感じで、でもちょっといいところなんでね、もうちょい行きましょうか。お、よく来てくれただ。オラが反乱軍のリーダー、トンヌラだ。おお、実はもっと早く反乱を起こそうと思っていただが、オラたちの中に
悪魔を倒せそうなものがおらんので計画が棚上げになっていたら、けんどあんた方にはその力がある。それにあんなの身も危ねえだし、とりあえずほとんどの兵士はオラの睡眠薬入りブドウ酒で眠らせてある。残りの兵士たちをオラたちでやっつけるから、あんた方は悪魔からシスターアンナを助け出してくれ。準備はいいだか？はい。だば、この力の出る種と牢獄の鍵を持って行ってくんろ。マジか、力の種4つ。それだわ、みんないざ行くだよ。お、出てった出てった。またライフコットみたいにみんな戦う感じになるんすかね。ちょ、もうハッサン頑張れや。これ力の種4つくれるっていうことは、それほどしても厳しいっていう意味ですからね。いや本当に1かよ、1、マジか、3とか、よし4、まあまあまあ全部2みたいな感じか。いくべ。でもあのドグマとザザザザ、さっき戦ってたのにもう忘れた。おーおーおーおお、あ、ソリリー、私も後から駆けつける。おや、いいね、行こう。あー、あれれれ、寝ちゃってるよ。3文字のやつですよね、さっきのザグマでしたっけ。兵士長もしかしてゾゾムル、寝ちゃってるじゃん。ゾゾゲルか。あ、やべ、うわー、離さなきゃよかった。まあ行きますか。まあ命大事にでいいでしょう。うぃー、チャモロ分かってんね。もうそんなに、お前どうせお前一人じゃ何もできねえからな。あー、ハエブサ斬りは1回目だけですか、ラミアスは。うわー、悲しいな、ゾゾゲル、ゾゾゲル悲しいな。オッケー、ういー、もうあとは死ぬだけですね、ゾゾゲルさん。切ない。ういうい、メタルギルで1のダメージ。チャモロもういいって、かわいそうになるだけだから。でもさすがタフですね。まあ兵士長って言われるぐらいですからね。少なくとも牢獄兵の3倍はないとね。うわー、すいません続けるさん、無益な殺生を。でもレベル上がりましたんでありがとうございます。スダリンもついでに消えた。よし、からですよね。魔人の鎧、ドランゴ装備できるんだったらドランゴ、あ、神秘は外せないですからね。多分呪われてはないと思うんですよ。よし、プラチナメイルは、なるほどね。強さじゃない、チャモロそんなに減ってない、そんなに減ってはないと。まあでもね、負け
負ける前提で戦うわけじゃないですからね。ちょっと本気ではぶつかりますんで。祈りの指輪誰か持ってたよね。あれ？全部預けちゃったパターンのやつ。あれ、祈りの指輪って持ってませんでしたっけ？あれ？あった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 。チャモロ。で使ってみます。超運悪いっすね。170、あ、ちょうどぴったりかな。ぴったりっすね。これで戦ってみましょう。魔法の盾。星のかけら渡してあげましょう。装備し、ああそう、わかりました。見たやつ、シルバートレイ、雷鳴剣を渡すか。ミレイユに返してあげて、雷鳴剣、雷鳴の剣、これをチャモロに渡してあげると。あとはどうするかですね。魔人の鎧で玄斗の杖をドランゴにあげて、力の盾も一応ドランゴに渡して、あとはちょっと待って、力の盾はハッサンだな。いや、テッシーだな。テッシーで世界樹の葉と世界樹の雫でしょ。時の砂持ってる。雷鳴剣、マグマの杖、もうねえだろ。もうやることが、さすがにメガンテ、メガザル、メガンテの腕はチャモロ？ちょっと持たしてあげてみる。炎の爪、三河市の服、それでやってみましょうか。チャモロにあげて、これはね、死ぬとメガンテが出るんですよ。で、雑魚を吹き飛ばすことができる。それで行ってみましょう。これで私が本気ということをね、知らしめてあげましょうと。砂の器、理性の種。よーし、行きますか。ちょっと長く本当になっておりますけれども、プラチナ、そうですね、グリーンガムのムチはチャモル装備いけないですもんね。魔法盾、風の帽子、海鳴りの杖、ドラゴンループ、メガンテの腕は、よし、いったるか。チャモル知力の兜装備できる。少しでも、少しでも上げておく。
これでかなり強化できたんじゃないでしょうか。シャナクって誰か持ってます？まあいっか、呪われた動きがちょっと封じられるのも嫌ですしね。よし、行きましょうか。回復役はチャモロ、テッシーは序盤はもうラミアスの剣でこの2人をとにかく鍛えると。でドランゴも緊急回復でやってみましょうか。おーっと始まりました。でかい。んなんだお前は。これから大切な儀式が始まるところだというのに邪魔なやつらよ。アクバー様、今こいつらを片付けてしまいますから。ふふふふ、面白い、実に愉快であるぞ。はてな、私が探し求めていたものが自らやってくるとはな。するとこの者どもがデスタムーア様の存在を脅かす者と。しかし恐るに足らん。そんなくだらぬ予言など今ここで砕け散らせてみせるわ。早い、話が早くていい。来ました、ガーディアン。キラーマジンガじゃなくてよかった。ちょっと待て、ここはもう命令さすぐで、ここはもうさすがに。ちょ、1ターン目はゲントの杖で、ちょっとチャモロを回復してみるっていうね。雑魚から倒すか。ガーディアン、ラミアスの剣、フバーハ貼ってみるか。おいー、フバーハ意味ねー。強い。よしよしよし、いいぞいいぞ。最後に回復できるのが肝ですから、死ななければそれで大丈夫。呪文、いや、これ自分にかけて、あーそっか、そっかっていうのが凍てつく波動をやってくる可能性ありますよね。まあベホマをテッシーにやると、かわしていく。おお、フバーハナイス。オッケー、これはこれ勝っちゃうんじゃないですか。ゲントの杖、今回はもったいないね。今回はハヤブサ切りでアクバーいっちゃいましょう。間違えた。なるほどね。なるほど、ザオリクでも1回は1ターンをなんとかやってくれる感じか。これで呪文何もねえな。じゃあまあ聖剣好き言っとく。ベホまでドラゴン、ドラゴン、ドランゴ。くー、あ、でもなんかね、思った以上、想像以上ではない。想像以上ではないっすね。ゲントの杖はハッサンやってあげて、
で特技聖剣好き、まあ、白馬に入るかどうかですよね。呪文ホマテッシーですね。避けられるか。ということは、オッケーオッケー。で、ギエントの杖、チャモルにやってあげて、爆裂剣ですかね、ステミン。いや、死んだら厄介ですからね。爆裂剣ですね。爆裂剣スクルト入れときたいですね。これはおお、あ、爆裂剣もハヤブサギと同じ最初の一発目が強いっていうあれですね。ツー、よしよしよし。で、これでスクルト1回入れることができると。アクバーで、爆裂剣で、ちょ。聖剣好き、聖剣好き、ベホマ。これでいいでしょう。この野郎いいね、いてつく波動やってこないからこれは勝てるぞ。これアクバーさんやっちゃいましたね。勝ちますよこれは我々よしよし、これは我々勝っちゃいますね。申し訳ないですけど、一旦スクルトいけるでしょう。まあ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 、これはしゃあない。よし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 、あーそうか、分散されるのか。これで戻りましたと。まずいな、チャモロまずいな。特技爆裂剣聖剣好き、防御しといた方がいいっすね。ほう、白馬さん必死じゃないですか。これ100 150 200、あー微妙。よし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 、ゲントの杖テッシーにやってあげ、いやチャモロに、とりあえずチャモロにずっといるときはいいのかっていうことっすよね。爆裂剣で聖剣好きでベホマ、これドランゴ、オッケー、よしよしよし。いやちょっとデュラン戦よりちょっと気が楽。 MP も全然残ってますからね、まだ。ゲントの杖、爆裂剣、爆裂剣、呪文、ベホマ、テッシー、これでいけるでしょう。魔人の鎧が効いてますな。よしよし、今体リズム乗ってますからね。もうちょっと1時間近くになっちゃってますけれども、これはもう絶対倒せますね。もう絶対倒せる、これは絶対倒せる、これは
もう何回これはねもう嘘つかない。いてつく波動がない、これはね敵にとってかなり不利ですから。でザオリクやっても爆裂剣とねっていう、よし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 、120ですね、220。ああまあじゃあテッシーの聖剣突きで一発ですね、スクルト。賢者にして正解でしたね、このフバーハが大きい本当に。弱い、やばい、あれテッシーの方が先入ると思ったんですけど大丈夫でしたね。ドランゴの使い方ちょっと間違ってる気もしますけど、まあいいでしょう。おいおい、悪魔さんやばいっすよ。よし、ルカナンと、よし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 、ハッサンも乗ってますね。オッケー、爆裂剣でスクルト、これは勝ったな本当に。いや当時小学生でプレイしていた時にこいつが本当に強い、それだけが強烈に残ってたんですよね。だからちょっと勝てるか分かんないとか、デュランよりやばいですねみたいなこと言ってたんですよ。ただこの状態だったら勝てますね、確実にダメージを与えていると、守備も上がっている、回復も間に合う、もう魔人の鎧のゲントの杖でこれで完璧ですね。2人も攻撃に回れるっていうのはかなり大きいですから、ここで一旦と、そうですよね。でフバーハ離れたまんまバイキルト入っている、これやばいですよね。まさにこっちが理想としている戦い方ができている。そこでやっぱりいてつく波動、それがやっぱり大事なんですよね。大事っていうか、天空の剣でこっちも向こうの魔法カンタを消すとか、そこですよね。やっぱりいてつく波動をドラクエ3のゾーマのボスからやってきてましたしね、ウィーン上がる上がる、全部爆裂剣ガーディアンにぶち込んだっていうね。これ多分最初の方のターンでこけちゃうと厳しいのかなっていう戦いですね。こけさせられちゃう、例えば今回で言うとチャモロが最初の方のターンで行ってしまう、そうなってくるとやっぱりもうアウトですよね。まあ、そうならないためによし、あざす、ドランゴの素早さをゼロにして最後チャモロをなんとか最後 HP を次のターンで HP を満タンにするようにしたわけですからね。なんと一発でクリアできました。ちょっと時間はかかっちゃいましたけれどもありがとうございます。絹のタキシード今更
バカな、あの予言は本当なのか。だとすれば、あの二人を会わせてはならぬ。断じてあの二人を。誰と誰？大賢者。マヌールでしたっけ？あと、おめえらさんたちだろ。俺たちと戦ってた兵士が突然目の前から消えたんで、もしやと思っただが、やっぱりだ。悪魔が倒されて他の魔物たちもいなくなっただよ。それよりいいだ、シスターアンナを。お、そうだば、早くベッドに。頼んだがや、名古屋。名古屋の人なのか。遅くなって申し訳ない。アクバーとの戦いに参加できなかったとは、このソルディ。まあまあ、ソルディ殿、あんたはよくやってくれただよ。とにかく、わらたちはもう自由だよ。何の文句もねえだ。細工だ、皆も待ってるだよ。さあ、我々も行こう。アクバーが倒れた今、おそらく大賢者殿の、牢扉が牢の鍵で開くはず。ソルディやりやがったな。絶対ここ、こっからこっそり見てね、戦いが終わろうとしてたぐらいに来ましたよね。俺だったらそうする。俺がソルディだったらそうする。ちょっと様子見ながら、終わりましたみたいな感じで、終わってるのを分かってから、すいません、ちょっと遅くなりまして、何じゃついてんの。あ、そうだったんだ。いや、だってドランゴさんたちがクーデターの主役だからな。テッシー、夫だったんかい。じゃあまあイチャついても仕方ないか。今度は遊び場がこの階段のところっていう。あれ、どこでしたっけ、こっちでしたっけ。ここですよね。こう行って下行って、一番奥ですよね。あれ、あ、ちぎや。いや、楽しそう。みんな今右上集まってたよね。超楽しそうじゃん。俺もなんか話したいなね。ああいう雰囲気好きなんですよね。でも後から行くとちょっと空気が違うから、こっそり、これもこっそりね、加わるのが肝。どうも、扉を。 OK、 これはひどい。早くその鍵で鎖を。え？おお、これは生きているうちに再び人と話すことがあろうとは。ごほごほ。ん？え、使うの？もう入れちゃったよ、袋の中。え？あれ？え、誰が持って、え、ちょっと、あったあったあった。ん？どういうこと？ああ、目の前でってことね。めっちゃ倒れた。そう名を聞いたのは何年ぶりであろうか。もう長い間ここに閉じ込められ、目が見えなくなってしまったが、どうやら耳は聞こえるようだ。今、私に呼びかけた方よ。私は大賢者マサールではない。ああ、クリムト。いましたね。ポセイドンの城で、マサールとクリムトって言ってましたよね。え？そうたちは不思議な力を感じる。大魔王の恐れていたもの、やはり現れたか。私の兄マサールもそなたたちがやってくるのを待っているはず。私には兄ほどの力はないが、そなたたちの行く道を開くことはできる。ん？ナッパみたいな、クンみたいな感じ。おお。おお、どうした。大爆発は起きなかったけど、光の玉、真実のオーブ、暗黒の岬から無の海へ放てば、この世界の真の姿が見えるだろう。倒れた。了解です。じゃあまあ使うんでしょう、どっかで。そうしたら一旦外出ますね。ちょっと長くなってるんで、外出まして、その光のオーブですね、それを使いたいと思います。これ
雷鳴の剣結局使わなかったっすね。あら、あれシスターは、あ、シスターどこ行った。あ、向こうか。ブルオシャ最高だよ、実は睡眠欲入ってるっていうね。すやすや寝てる。外出まして、次の動画に移動します。動画を移動していただければと思います。本当に長くご視聴いただきありがとうございます。マジか、え、なんかイベントこなさないとダメってこと。ちょっと待って、何それ、何それ動画の上でお願いしますみたいなこと言っておいて、ちょっと待って、じゃあやっぱりシスターがなんかあれかな、ソル、あれ、はあ、やばいやばい、こいつら、こいつらにはめられて外に出れないっていうパターン。え、シノシガ、ああ、シガシガ、何、懐かしいよな。だから、あ、さあ行くぞ。あ、話しかければよかったんですね。おい、ソルディは夢の世界なんで現実の人ではないんですよね。自由は見習い、おいしいた、あるいは歌えば、これもどっかで聞きましたね。しかしその夜明け、おお、うわあ、遊ばせておけばいい気になりよって。しかし人間など虫けら、わしの力を思い知るがいい。すごいところが、わお、わお、巨人族石にされた、巨人族だけ、あ、あ、猫、石より猫の方がまだマシっていう感じ。3人だけ、あ、違うね、返事がない。わわわ、みんなそんな感じにされちゃったっていうことですよね。シスターは、あー、はいはいはい、あー、でも光の玉くれたから、まあそうですね、多分賢者のとこもう一回行くか、光の玉使うか、どっちかと思うんですよね。とりあえず外出られればいいので、オッケー、はい、そうしましたら、動画の移動をよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。